章の森の悩みは使用されなくなった鉄道やいくつかの道路は森内にあることである。章の森の木材は赤い字で示したガ川を下って運ばれたアルケスナンの王立製塩所からの塩はガ川も利用した石天線のローヌ川、ラインガー運河によっても運ばれる予定であった。章の森はフランスのブルゴーニフランシュコンテ地域県に所属するジュラケントー県にまたがる国有森で、 フランスで、オルレアンの森に次いで2番目に大きな森である。近くの一番大きな都市は、ブザンソンである。ショーの森は、フランスのブルゴーニュ・フランシュコンテ地域県に所属する、ジュラ県とドゥー県にまたがる国立の森で、ジュラ山脈の東の平地を占める。面積は2493ヘクタールあり、フランスで、オルレアンの森に次いで2番目に大きな森である。近くの番大きな都市は、 ブザンソンで森はそこから南西へ30キロ目、トルの位置にある。小の森の木材の開発は13世紀頃始まり、森内のルー川からドゥー川、ソウル川を経由してローヌ川を降り、地中海まで運ばれた。フランシコンテはルイ14世時代の1678年にフランス領となり、木材が海軍に必要ということで横領となった。近くで、 アルケスナンの王立製塩所が設立され、森の木材を使って、塩水を煮詰めて塩を取る計画もあった。章の森、留学生不明、創作範囲を拡大、森に加え運河も。ありがとうございます。